ジャンクどうも皆さんこんばんは爆笑問題田中一です、えー、寺内勘太郎の友達のですね、うん、北風小僧の勘太郎という勘太郎ねえまあねえ、うん、キキキリンさん亡くなっちゃってねええー、もうなんかあのあれですね今年はもう、うん、今年っていうか山本斬ったもねそうです残念だね若い頃ねい41歳だっていや僕ら 極限でね、やった時はもう、そう、2 0 1 5年の大晦日。あんちゃんでね、いいあんちゃんで、元気なね、やんちゃ子ゾみたいだったよな。まだ3年前だからね。俺らの楽屋、挨拶来てくれた時に、俺、こうやってシャドーボクシングキットにやったら、おおなんつってさ、やりますよなんつって言ってて、テンション高くてさ、残念だよね、若いのに。本当に。あのー、あれだね。 あの、なんつうのそういう。早いよね。早い。早い。うん。だから、出世が早い。出世というかさ。でも残り詰めてさ、そのまま行っちゃった感じだもんね。ねいや、だから本当わかんないね、人の人生はね。わかるけどさ。わかるやん。わかんねえでいいだろう。今年は嫌なことばっかくな。 そうですよ。嫌なことばっかりだね。うん。キリンさんもだから全身ガンですなんつってさ、それでも、ああやってさ、いろいろ、ね、なんだかさ、貧乏家族だっけなんか最後。万引き家族。そんなの出てたの。やってたけど。俺はキリンさんとは2回ぐらい、3回ぐらいかな。あ会ってんですけどね、その、最初に会った時っていうのが、 この TBS のあの日曜サンデルね。日曜サンデル、まだあの時は日曜大行進の頃。そう違う。日曜サンデルね。まだムシムシ大行進やっムシムシ大行進知らねえよ、誰も。俺は見てたけど。うーちゃんと夕方ね。光のムシムシ大行進。昔あったねそういう番組が。うん。上腕カツトムシですかね。いつやってた。違うねどんだけ長引かすんだよ、そのボケ。日曜サンデーでコーナーあってね。 え、二十、二十七人の証言というコーナーがありまして、そこで僕はもう大好きだった向田邦子さんを、に、まあ、ゆかり縁のある人から、いろんな証言をね。証言を集めるっていうことで、まあ、普段はもう、それこそね、あの、ブーマーだろ、なんだろが、レポーターで行って、いろんなインタビューを。そこで、あの、ちょうどね、あの、山城さんも、 うん。うん、ね亡くなった時に、梅、うんうん、宮達ちゃんが、梅、うん、宮達夫さんがゲストに来られて、うん、山城さんの追悼ですよ、つって言ってるにもかかわらず、うん、あいつに性病を移されたって話をしたんですけど <laughs> 最高でしたけども <laughs>、うん。まあ、それはそれとして、あれですけどもね。本当にあのー、で、当時、池ピーが、まあ、その、企画をやってて、で、 なんとかキリンさんにねうん、うんん、ちょっと、あの、要するに録音できない、取材できないかということで、で、もう皆さん言われてる通り、キリンさんというのは自分でやってましたから、うんうん、キリンさんとこ直で連絡行くわけですよね、うんうん、さファックスで。うん、池田さんがね、う言っうん、キリンさんが直でかけてくるわけですよ。うん、すごいよね。で 当時俺はスタジオでそれを受けてまあ俺の感想を言ったりっていうんだったんだけどキリンさんが折り返しかけてきて池田さんに「私ねあの向田さんとはねそれほど親しくなかったのよ」って言うわけだよねでも「悪口しか言わないわよ」言うんだあのキリンさんってまたね面白い人で。 いいのそれでも。いや、じゃ、池田さんもさ、ほら、うん。議員さん直だから、それはもう緊張もするし。いや、それでもね、あの、もし、うん。証言していただけるなら。あ、そう。じゃあね、あの、向田邦子のことを一番詳しい人をよこして。ほほう。ん。って言ったんだよね。なるほど。池田さんもさ、ブーマってわけはいかない。そりゃそうだろまあね、詳しくはないだろうしね、そりね。 俺しかいないんだよ。そうだよね。どうしましょうっうから俺行くよって言ったので、じゃあ爆笑問題の太田光が行きます。金井さんにま後日ね、行ったら、太田君がいらっしゃるのっていうことで、だったら案内したいところがある。っていうことで、赤坂の向田さんが住んでたアパート当時だね。そこの近くに私もいたの。 そこにまず案内して、そこからあのレストラン行って、うん、食事をしながら取材しましょうっ。うん、っていう風うに言われて、うん、で俺君さん会うの初めてだったから、緊張しながらさ、うん、まあ車で、当時ね、うん、マネージャーの運転で、はいはい、でまた入り組んだとこなんで、で池田さんも乗ってて、うん、3人で、うんうん、あの、そしたらさ、 君さん電話かかってるわけ。かってる道分かるなん言って、もう、いそうな勢いなんだよ。今ちょっと筋入りまして、って、なんだかんだ言ってたらさ、トントントン、こう、坂道でさ、止まったらさ、トントントンって叩く人がいいんだよ。見たら、キリン、キキキリンなんだよ。トキさんがね。開けて開けてってやってるわけ。俺も、後ろに踏んでかってたら、俺だなってさ、そしたら、マネージャーがバーって開けてるんです で、俺は、あ、どうしようと思ってさ、あ、はじめまして、なんて言おうとしたら、いいからいいから、あの、その先の信号をね、途中でもう、道案内のために。道案内じゃ出てきてくれと。言乗り込んできてさ、ほいでさ、俺の隣に乗り込んできてさ、俺のことは見もしてんねん。あのね、そこの信号ね、あの、左に入って。それでね、うって、うーっと行った時にさ、あ、すみません、議員さん、あの、爆笑問題だったですって。 ああ、もうね。ちょっと、そこの信号って言われねあほんで、いつも見てるわよ、みたいな感じで、本当に、初めまして、つって。で、降りて、ここの赤坂のね、このマンションのあそこの、今、ま、残ってんだよ。あの部屋に向こう、濁肉はいたの私はね、この近所行ったんだけど、あ、そうですか、つって、あの、よく、 あったりそれじゃ近所で中はね、あんま良くなかったからね、とか言うわけ。じゃあちょっと、もう、もういいでしょ、つって、全部全部仕切ってさ、で、キリンさんの行きつけのイタリアンレストラン行って、そっからまあ、でも、なんだかんだでね、2時間以上、話したね、ほとんどその取材っていうよりも、あんなのさ、もう、なんていう オンエア使うのなんて、せいぜい何十秒とか何分。で、俺はとにかく、どういう人でしたって、向田さん。向田さんっていうかあの方はね、で、キリンさんが今日、向田さんの本をやったのは、時間ですよと、寺内なんですよ。それだけなんですかそれだけなんです。かだから、まだ若い頃です、キリンさんも。まだ30ぐらいかね。 あの方はね、私はね、あのね、いい思い出あんまないのよ、つ、うん、う,うわけ。うん、あ、そうですか。でも、寺内勘太郎の、あの、金っていうね、うん、おばあちゃんの、ジュリーって。あれなんかね、す、うん、僕、向田さんは、麒麟さんのことをね、本当に、信頼して書いてるなって思うんですけどね、つったら。うん、あの人はね、あの方はね、その後ね、とね、うん。 すごく立派な、あの、作家になられました。だけどね、あの頃はね、もうとにかく筆が遅くて。まあね。ああ、でね、台本が来ないのよ、時間ですよ、なんかやってると。クゼさんとね、私とでね、まだかまだかって言ってんだけどね、私はね、もう、頭に来てね、当時電話して向ださんとかに。 あんな失礼なことはね私ぐらいしかやってないと思いましうん、うん、向田さんのとこ電話してね「うんうん、もう筋だけでいいから送ってください」っつって「うん、あんな大それたことねうん、うん、私も、うん、あの偉大なね作家の向田さんによく言えたと今は思ってますよ」っつってで結局向田さん何にも送ってこないもんだから、うん、もう間に合わないからオンエアまでの、うんうん、だから明と、うん 当時、結城地方でやる。キリンさんとで、あと、くずえさんとで、その、あの、ボイラー室のコントみたいな部分ってのは、みんな私たちが作ったの。うんうん、あれね、向こう田さん作ってないのよ、つって。言うわけよ。あ、そうだったんだ、っていう。で、確かにあそこだけコントのように浮いてるんですよ。うんねね、時間ですよね。うん。だからね、で、その後のその向こう田さんね、それから、うん、まあ、 NHK ドラマ人間もやなんかでアうん、アシュラのごとくって次々と社会派の、ああ、言ってみればもうね、あの、ザ、向こうとドラマシリーズっていう、NHK 枠はできるぐらい。で、思い出トランプ小説の方でも、いきなり、たった短編3つで直、直木賞ですからね、あの人は。で、それ直木賞を取って、 どどんんすごい作家になっていくわけですよ向田さんのねその後の向田さんの寺内以降のね向田さんの作品についてはあの「キニさんどう思ってるんですか?」素晴らしいですよキニさん素晴らしい全部見てます だってね、ああなってからね、あたしにお呼び。そうだね、確かに。ね、なんつうわけよ。そうだよね。あたしがね、ああなってからね。全然お呼びかかないああ、そうですよね、つって言ってて。あたしは、あんまりね、仲良くなかったからね、って言うから。 まあ俺もまあ生意気で、あれでしたけども、うんうん、キリンさんね、それはちょっと僕は向田さんのことは何にも知らないけども、クズ、うん、さんにも前に会って話して、これは僕の考えですけれども、うん、向田さんがね、やっぱり、俺はその当時、向田邦子っていう人はね、あのエッセイなんか読んでてもそうなんだけど、うん、結局テレビの人だ。うん、テレビを、うん テレビドラマの作家な、放送作家なんだってことに、すごくプライドを持ってる人でね。言ってみれば、文学賞で直木賞なんか取ったって、仕事は増えるけれども、自分の軸足は絶対テレビだって、いうのはエッセイ読んでて僕は感じるんです。それはなぜかっていうと、例えば、その後、ね、あの、大きな現実物語を、 向田解釈でやったり、なんかいろいろあるんですよ、その特番、正月用の特番でね。そして予算がこんだけ、つまり予算の計算っていうとこから始まってんですよ、向田さんって。だから貧乏症だから、よくエッセイの中でその、このドラマの鉢植え、ね、鉢っていうか木を立てるとするわな。それより自分のギャラが安いとかさ、そんなことが書いてあったりするわけだよ。 だけど、なんかそういうふわふわしたテレビ業界の中でなんか血に足をつけたいっていう気持ちはあった。それで小説やなんかも手出してんだけど、うんうん、まああの人はあの人で乳がんやってますからね。うんうん、で、がんっていうこともあって、うんうん、乳がんだったら子宮がんになったら。うんうん、で、いろいろな仕事を手広くやるようになって、うんうん、まあエッセイなんか名手でしたよね。で、そういう中で、やっぱりね、 クゼさんとか、和田弁さんとか、ああいう人たちとやってる、その仲間でやってるテレビってさ、テレビってさ共同作業です。これね、小説ってさね、たった一人でできるんですよ。テレビってさね、そうはいかい。プロデューサーがいて、ディレクターがいて、ね、美術がいて、音声がいて、なおかつ役者っていうのがそこにいるわけですよ。で、寺内監督なんてね、 向田さんの言ってみりゃ、お父さんのことがメインのその話ですよね。はい、一番向田さんの肝ですね。はい、でもそれが、久ぜさんが連れてきた小林亜せっていう人は、最初全然気に入らなかった,ったと。とあんなんじゃない。うんうん、何あのデブっ,つって言ってた <laughs>、ね。<laughs> それぐらいだった。それがやってくうちにどんどんオンエアを見るわけですよ。向田さん。どんどんそっちにこう自分の筆が合わさっていくんですよね。そのな、そういう向田くに子が、ね、あの中に出てくる金っていうね、要するに寺内勘太郎のお母さんさん。あの金っていうキャラクターに、どんだけキキキリンを信頼してたかっていうのはね、俺は見ててわかります。キリンさんが、 自分で作っていった、向田さんの本が間に合わなくて、うんうん、自分で作っていったって言うけど、うんうん、向田さんは、わざとそうしてたんじゃないんですかね。うん、キリンさんが作る金を見たくて、うんうん、そういう部分があったと思いますよ。だから、時間ですよの時も、うん、多分結城地方っていうものを、うんうん、ね、女優を信頼して、うんうん あの人のことだから、俺は向田邦子と会ったことないけど、あの人のことだからね、わざともうここは任しちゃえ。テレビっていうのはそういうもんだって向田邦子は知ってるんですよと。だから、向田邦子っていう人は僕は好きなんです。文学賞取ったって何取ったって、テレビのが全然面白いんだってことを知ってるから、直木賞のあのパーティーなんか行ってても、 テレビの仲間たちと会いたくて仕方なくなるんですよ。エッセなんかに書いてある。で、そういう戦友たちっていうのは、自分のメインの仕事は必ずテレビにあるって。多分生きてて、向田さんが飛行機事故に会わずに生きてても、絶対テレビをメインにしたはずですと。その向田さんが、どれだけ金に惚れ込んだか。あの、キリンさんが作った、あの、金っていうね。はい あのキャラクターね。キャラクターに惚れ込んだかって僕は思いますね。うん、つって。で、キリンさんが、やっぱりあの、金ってすっごいいいセリフ言うんですよ。うんうん、その、ちょっとこう自殺未遂でなんで家族がね、もういろいろ揉め、なんかするときに、血が繋がって、る金さんね、あの、ジュリーっつってる汚いばあさん、ばあちゃん汚えなっつって、ヒデキに言われる。うん,うん、納豆、うんうん、ばっかりかきましたるしてあの、うん ね、くしゃみして全部口の中のもう吹き出すんですよ。汚ねなばあちゃんっつって言うんですよ。あんなのもうだからキリンさんのもう作った、作ってったキャラクターですよね。そのキンがその、みんなが揉めてる時にボソッとね、血が繋がってんだからさ、それうん、うん、争いごとにしないで、笑い話じゃねできないもんかね、つうわけよ。 これはもう無口なくにこの、もうセリフですけれども、うん、まさにキキ、うん、キリンのセリフでもあるんですよ。うん、これは俺はもう本当に理想的なテレビドラマだと思います。うん、まあ、キキキリン相手に生意気に小僧がさ、い、うん、うことでもないんだけど、うん、俺もいい機会だからと思って。うんうん、そしたらね、キリンさんがね、うんはあ ってわけ。しみじみとね。うん。俺も今でも覚えてます。あの時嬉しかったんです、俺は。あなたの言う通りだったかもしれないわね。あの今のね、今ずっとあなた一人で喋ってた。ずっと喋ってね。ちゃんと聞いててね、なさってね。ずっと喋ってたけどね。あの今のあなたのね、この言葉をね、 生きててる時の向田さんに聞かせあげたたかっあそれはもうすごい嬉しいねで、もしかしたらね向田さん今日ねこの辺にいるかもしれないわね来てんじゃないかしらと確かにそうねで私がね何やっても時間ですよっどんなチちキと2人でどんなことやってもね次会った時にね 面白かったねって、あの方は言ってくれ、くださいました。そう考えたらそうかもしれない。って言うんですよ。で、あ、やっぱりじゃあ、ケさん、向田さんのことは、あの、仲悪いなんてね、口ではおっしゃってますけれども、やっぱり好きだったんじゃないんですかって言ったらね、まあね、そこまでは言わないけれども、ただ向田さんがね、あの方が、 飛行機事故でおまくりになった時にねいろんな全部の記事を読みました私はその時に一人ねやっぱり同業者で向田さんの同業者の人でなんかねいわゆる取材旅行と称して出版社からお金を出してもらって旅行に行って事故にあってみたいなことを書かれてる方がいらっしゃったんですと。 その言い方はない。私はもう本当にあれは怒りが込み上げてきて、その方とは一切仕事しないってことをその時決めました。未だに仕事してないんです。そういう、まあちょっとこう、まあね、単純に好き嫌いなのかなっていうことじゃないですけども、このキリンさんの男気という、男気っていうのも変ですけど、その、なんていうの 言葉にしないんですよ。うん、キリンさんも、向、うん、田さんも、決して言葉にはしない。うん、けれども、えー、自分で決める。うちうちでね、自分のない中身でこの人決める部分っていうのは、あってお互いやっぱり尊敬してたんだなって、ねね、僕は思いましたね。あのキリンさんの、ね、との話を聞いて。いや そうか、たぶその時間ですよと、寺内勘太郎一家だけだっていうのは。そうなんです本当意外だよね、そう考えあの方ね、楽なってから、ちっとまあまあ、リンさん言いそうだけど。いかにもね。でもね、俺はね、向田さんも早かったから。ね。だって、結局そっから、そうなんだよね。向田さんがなくなったのね。だから、その後ね、何十年ってまだ、もし作品をね、いっぱい作ったら、麒麟さんいっぱい出たかもしれないしね。かもしれないしね、それはもう時の流れってのは、 不思議でね分かんないもんですけどね分かんないねその時やっぱり俺はキリンさんの芝居の中で一番衝撃だったのは「キンキロー」っていうたけしさんがねやったその金金の戦争っていう特番のドラマです「キンキロ事件をたけしさんが「キンキロー」やってキリンさんがお母さんやったんですよ俺実はキリン の芝居の中で、一番すごかったのはあれだと思ってるんですって言って、どうですかって言ったらね、よくご覧になってるわね、って、あれを言ってくれる人はいないのよ。うーん、すごく喜んでくれて、で、その後もう一回俺、キリンさんとなんか、あの、事務所で会った時にね、なんだか知らないけど、光って書いてあるね、絵をなんか、 ああ、じんたちょっとこれ持ってきなさいっってくれて。そうなのなんで誰が書いたんですかいや、これ誰かわかんない。わかんない。わかんない。うちのね、向こう殿がね、なんか、夕屋さん違う違う違う。えもッああ、モッの方だ。ああ、向こう殿うん。うん。なんかね、え、もとくさんですかもくんですかつうんなんかね、持ってきたの。あんたあげるは光だからっって。そうなのそういう人たちですよ。ええ。そうなんだ。 ねえ。まあ、だけど、秀樹さんとキリンさんが同じ年に亡くなるっていうのもなんだろうと思っちゃうし、実際の年齢なんて、十ちょっとしか離れてないぐらいでしょうねそれが孫とおばあちゃんでやってたんだもんね、そ<う>寺田ん。あだって、ね。三十30歳と20歳ぐらいのもんでしょすごいすね。ねだからもう本当役者としてすごいと思うよね。 ねえ、それからずっとやって、ついこの間までね、ね、うんうん、現役でやってて、まあ、それこそ万引き家族ではカンヌでね、あって再婚しようって、まあ、すごい役者人生だよね。壮絶ですよね、だから。本当に。ゆうやさんはね、どう、本当ちょっとしょげちゃうんじゃないかっていうぐらい、ね、しょげなベイビーじゃないか。しょげなベイビー。<laughs> しょげなベイビーだね、本当に。ね。だって、ゆうやさんと会ったじゃん。ここでゲスト来たじゃん、ゆうやさんね。おさんでね。いや、俺もまた、ゆうやさんにさ、桐ん。さんの話聞いててさ。で、あの時ね、確かね、それこそ、東日本大震災のちょっと後だったんですよ。で、ゆうやさんがここでまた言わなきゃよしゃいいのに、いろんな人が寄付金を、ね。やって。 あれ、せこいよな、みたいなこと言ったらね誰、あるタレントさんが、はい。給付金にないくら。あれ、あいつの立場じゃせこいよな、って言ったから。うん。ゆいやさん、そういうこと言わない方がいいですよ、と。うん。なんで、ちゃんと別に、それは善意ですから。うん。ねそりゃまた。よいか俺はね、つってゆいやさんがさ、ロックだから、ロックンローラーだからね。六6万9000円ずつ給付しようかと思っても、またわけわかんないけど。い、言ってました。言ってて。ほいで、 いや、ゆうやさん、それ言うからダメなんだ、あんたは。つって言ったら、うちの女房にも言われたんだよ、それ。つって。お前んとこは、お前ら、なんだ、お前ともときは、何してんだ、こんな時に。寄付金っていうか、そういうの出さないのか、お前ともときは。私たちはね、あんたみたいにね、そんなことでね、あの、飾って、 なんかそういう、下品な人間じゃないの。<laughs> <laughs> そういうことをね、表沙汰に言うんじゃありませんって。<laughs> うん、ね。あんこう言ってくれないう。ね、れは正しいですよ。<laughs> 確かにね。<laughs> そう、ね、強いですよ。もう、キキキリって人ね、うん、いや、でも本当に、ね、ゆうやさんが今後、ちょっと本当に心配になっちゃうよね。ねえ、だからもう。ねうん あの関係っては、もう2人かかい、いや、すごい、ね、にしかわかんないし。で、また、なんか、晩年すごく仲良くなったっていうね、うねうん、あの、鍵の書き換えの、あの、工事のし直しの後ぐらい。ロックがね、ロックそう,そうそう、ロック外しちゃったみたいな。<laughs> ロック変えちゃったみたいな、事件の後ね。そうそた,、ね、たまにはいいな、こういうの持ってね。あの、徹子の部屋かな、出た時に、キリンさんが言ってたんだけど、 その後、まあ、月1回ぐらい食事するよね。ね。ホテルのラウンジカレンーで食事してたら、おンさんと、牛屋さんだっつって、夫婦だっつって、みんな呼びさせてくる。エレベーターの時に牛屋さんが、いいな、こういう夫婦ね。な、あの、そういう周りの目気にしなくて済むからな、つって。お前のこと隠さなくていいから、いいな、つって言ってたんだすごいね。うん。すごいな、あの夫婦。 キリンさんが、やっぱこれも徹子の部屋で俺見たんだけど、生まれ変わったらもう一度、内田祐也さんと結婚したいか、みたいな話になった時に、いや、もう会いたくないと。生まれ変わってね、あの、人には会いたくない。会ったらまた好きになっちゃうからって言ってたんだよね。すごいね。これもまたよく、ね。すっとそういうさ、 だからもうね、また同じ苦労するから。そうね。会いたくはない。会いたくない。会ったらまた同じすごい。すごい愛情表現ってかね、すごい言葉だよね。すっと出んだね。かっこいいですよね。かっこいいね。怖かったけどね、キリンさんは。結局俺はその向田さんのことをまとめた、向田邦子の日差しっていう本をね、書いた時に、寺内勘太郎の中で、 そのキリンさんとの今のラジオのやりとりなんか書いたんだけど、やっぱりキリンさんは、あの、そこはて私はそんな乱暴なこと言ってない,ててないてて <laughs> クレームが来たんだ池田さんに確認した。ああああ言いましたああ <laughs> <laughs> まあでも俺はもう当然そ直しました、次の班からね。だけど、 それで、わね、キリンさんに、またちょっと怒られるのかなと思ったら、別に手紙も何もいらないって言って、こう言ってるから、そういうの嫌いだからっい。ところがその後さ、ところさんの番組で、なんだっけあの番組。え、笑ってこられて笑ってこられて。あれ隠しゲストが次々と出てくるときに、あ、俺ら呼ばれたじゃない。世界丸めね。いや、笑ってこられてんだと。 笑ってこの人は誰でって、あの、インタビューでやって当ててああああああはいはいはいあいああ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 はい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 。なんか、めちゃくちゃやってるとか、だんだんそういうんで、ヒントが、そうかそうか。ヒントになってて、それで当ててくっていうのが、隠しが3人ぐらいいるんですよ。で、俺らが呼ばれたんですよ。なんか特番かなんか。で、俺らはもう、その次のゲスト誰だか知らない。知らない。 そしてキリンさんだったんだよねであ俺それで原稿のこともあってキリンさんにさ空き時間にすいませんでしたなんかいろいろごめんよかいいんですよもう全然終わったことなんだからって言ってもらってその目が怖かったいやでもあのキキキリンとそんないろいろな話ができたっていうのはすごいね。 いやもう、そうですね。それはなかなか、この業界に関しては、向田さんの話を、キリンさんと話せたのはもう僕は幸せですし、その前にクゼさんとも、そうだね、いう話ができて。で、やっぱ、お二人とも、あの、ま、あそれはもう、お政治家もなんかも知んないけど、クゼさんもやっぱ、お田くんね、さっきからそ僕の考えですけどって、君いちいち言ってるだろ。全部合ってるから、君の言ってることは。 向田邦子、その通りだよ。僕の考えですからって、そういうね、前につけるのよしなさいって言ったんですよ。で、キリさんも、本当にあなたは言った通りかもしんないって言ってくれた。二人とも言ってくれた。ほんで、あの、クゼさんには、じゃあ、やっぱクゼさん、僕の、これは僕の本当に考えなんですけど、クゼさん、絶対向田さんとやってますよねそれだけは違う。バカかお前は。 ブレもせでたよ、<laughs> そこれ。毒は違ったわね。<laughs> そこは違う。<laughs> <laughs> ね、<laughs> さあ、それではそろそろ参りましょう。か曜ジゃンク爆笑問題かも